今日は一段と気合入ってるな。何かあったのか？いや、何も。そうか。でもあんまり無理すんなよ。あなたは優しい。その優しさに甘えて大事なことを忘れてしまいそうだ。大事なこと？いや、何でもない。あなたは本当に大きくなった。体も心も10年前とは比べ物にならないくらい。どうしたんだ、急にそんなこと話して。ふとあなたの成長を楽しみに生きてきたなと思って。なんか母親みたいだな。でもそれが楽しみというなら、これからはもっと楽しいぜ。今まで以上に活躍する予定だからな。まあ、見ていてくれよ。そうだな。ずっと見守っていたいな。見守っていたいな。あ、いや、ようっていうか、ちょっと気になることがあってな。どこ行った？なんで黙って出ていくんだ。どこに行こうってんだよ。邪神と一人で戦う気か？どうしてそのことを？10年間、俺たちはずっと一緒だった。体
考えそうなことはわかるよ。長いな、10年は。邪神のこと、自分に責任があるとでも思ってるんだろ。その存在を知っていながら復活させてしまった。これは許しがたい罪。しかも命を救ってくれたあなたを邪神との戦いに巻き込む結果に。だからその罪を晴らしに責任を取りに行く。この何年か、あなたと共に過ごした日々は本当に楽しかった。でも、その楽しさの中で思っていた。私は、こんな喜びを味わう資格などない人間。そして今日、全ての覚悟がついた。何言ってんだよ。俺たちは今までずっと一緒だった。なのにこんな。私のことは憎み、嫌い、蔑み、そして忘れてほしい。忘れられるかよ。あなたが良い人生を送れることを祈ってる。お前のいない人生に何の意味がある？情けない。覚悟を決めたはずなのに、あなたの一言で前に進めないなんて。クレア。私はどうしたらいい？俺には、お前を抱き止められる体がある。私はあなたに嫌われるべきだった。クレア。そうすれば別れなど寂しくない。私が邪神との戦いで命尽きてもあなたは悲しまないで済む。そう思って距離を置こうとしたのに、それを貫くことができなかった。いいんだよ、それで。貫けなかったのは、本当はずっと一緒にいたいと思ってたから。離れはしないさ。